フランスのアジャクションというチームで1年間やってきて、帰国しました。でこの1週間は休みに当ててくれと、言っていたんだけど、本人が今日から練習に参加しますということで、非常にこう突然ですけど、ね、参加する。で試合出場は7月の、上旬にからの試合出場ができるという、はい。おはようございます、去年から1年間メンタルで行かせてもらってて、で僕は本当にこのクラブで J1 に昇格したいと本当に思ってて、まあ、それをピッチ外でもピッチ内でも、自分のキャラクター明るくできるように、今日から頑張っていくので、あのちょっとピッチ内で優しくしてください。よろしくお願いします。お見事でした。久々の、いや超気持ちいいですね。やっぱり新しい選手も多いですけど、楽しくやるから。同期が全然いないんで、長谷は後輩なんで、うちよもう年齢はね、それが寂しいです。なんか行く前とこう戻ってきた後でなんか雰囲気変わりました。いや全然変わってないです、いい意味で。しばらく試合にも出れないんで、チームを盛り上げられればと、練習から